砂山慶太郎は文化放送のアナウンサー。山口県下関市出身。山口県立下関西高等学校、早稲田大学小学部卒業。冒頭の本名と異なるマイクネームを使用する場合があり、1998年11月から2012年3月までは砂山大介、2003年7月から2012年3月まではレコメンダー系太郎や、 慶太郎名義も使用しよう。2012年4月からは本名及び、砂山慶太郎を使用。1998年、文化放送に入社。同年、プロ野球、西武ライオンズに、ドラフト1位指名された、松坂大輔の同棲及び、ライオンズとの入団交渉を伝えるリポーターに、抜擢され、砂山大輔名義でリポート。松坂が入団後の1999年に、 引き続き、松坂の先住リポーターを担当。その後も、砂山大輔名義で、ライオンズ戦中継をはじめ、様々なジャンルの番組を担当。2002年は、民間ラジオ各局共同制作による200 FIFA、2002FIFA ワールドカップの中継で、文化放送からの代表として、実況を担当。また、月1回の割合で、文化放送と関係のある、 ナックファイブのライオンズ戦中継で実況を担当していた。2003年7月、平日夜のビワイド番組、レコメン。開始とともに、覆面マスクを着用した、レコメンダー慶太郎として、パーソナリティに就任。以降、主に、慶太郎名義で、若者向け番組を担当。2008年、レコメン。の企画で、M、M-1 グランプリに出場。 同年11月11日、一般女性と結婚。2012年2月28日、男児が誕生。同年3月28日放送の、レコメン、で、メインパーソナリティを卒業。レコメンダー、ケイ郎としての引退とともに、正体が、砂山本人であることも明かされた。3月30日放送の、フライデースーパーカウントダウン50をもって、 慶太郎名義の活動を終了。4月、文化放送庁、A G、A&G、AGON 研究所等で、A&G ゾーニア庁、A&G でのアニラジパーソナリティとして、砂山慶太郎名義での活動を開始。また、本名名義での番組出演も再開している。2008年4月から2012年3月まで、おおむね、慶太郎名義の出演にとどまっていた。 また、この頃より、文化放送の公式 HP 内プロフィールでは、担当番組欄に CIA 的な謎の多い番組と明記していた。2012年4月以降、主に A&G ゾーンや超、A&G 等でのアニラジでは、砂山系太郎名義。それ以外は、本名で活動している。以下はいずれも、砂山系大郎名義。砂山系大郎名義。 砂山大介名義、慶太郎名義、砂山慶太郎名義複数名義出演現役の曲アナウンサーながら他局の番組に出演したことがある。砂山慶太郎名義、砂山大介名義、慶太郎名義、インターネットアーカイブ内保存キャッシュへの外部リンク含むありがとうございます。